上原義弘は大阪府出身のノンフィクション作家。久差別ブラック出身であることをカミングアウトし、ブラック問題を中心に分泌活動を行っている。1973年、大阪府松原市南新町で4人兄弟の末っ子として生まれた。父が24歳の時の第4子である。父は食肉店を経営し、 自民党系の同和会南大阪市部長を務めたが、後ブラック解放同盟に移った。父の店は後に、堺に移転した。母は、堺の地主の末娘で、被差別ブラックの出身ではない。少年時代に両親が離婚し、家庭の事情により、羽び野の市や藤寺市などを転々として育つ。羽び野の市立河原の上中学校に入学すると、時計が少女に、 性的ないたずらをするようになった。被害者には、前広の同級生もいたので次第に、学校へ寄り付かなくなった。同校在学中は、暴力的な不良と見られており、シンナーを吸っていたが、担任教師に救われて立ち直った。この頃、ブラック解放研究部に所属。大阪府立三原高等学校在学中に始めた、円盤投げで頭角を表し不大会で優勝。 高校時代は3度にわたり定額処分を受けていたが、スポーツ推薦で大阪体育大学に入学。在学中に20歳で学生結婚。1996年に同大を卒業。同年に娘が誕生。中学校の体育非常勤教師となる。冒険家を志して単身渡米し、米国で1年間ほどを過ごし、23歳の時に、 ロサンゼルスの日経新聞、ラフ新報でフリーライターとしてデビュー。自らの不定が原因で妻とは離婚。長く雑誌を活動の場としてきたが、2005年に著作、被差別の食卓を新庁舎から観光。2010年4月、日本の路地を旅するで第41回、大谷総一ノンフィクション賞受賞。2010年12月、昨夜この花賞文芸その他部門受賞。 2012年3月、身長452011年11月号の孤独なポピュリストの原点により編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム賞大賞受賞。2016年、一等にかける、溝野口和弘、最後のブライハーアスリートにより、水のスポーツライター賞優秀賞受賞。笑顔の男性が、橋本通る全国部落調査の表紙上原家が、いつ頃から、 皿池に住み着いたのか、よくわかっていない。古い記録によれば、泉国の南王子村に住む木下重三郎の息子竹蔵が23歳の時の1869年、サライの上原康次郎宅へと養子にもらわれてきたことから始まっている。上原康次郎には、生涯、子がなかった。武蔵は、上原家を継ぎ、地元の娘、竜をめとり、9人の子を儲けた。 竜は平民であり、皿池のものでもなければ、部落のものでもない。竹蔵リ竜夫妻の伊津を豊松は、放浪癖のある子で、よく迷子になり、亀ちゃんと呼ばれていた。豊松は、いけの娘玉野と一緒になり、八人の子を設けた。長男から、下の七人はすべて女だったが、無事に成人し、それぞれ何は区、西成区、兵庫長田、京都下行区、 奈良北葛城軍の部落へと突いだ。長男は京都宮津の部落生まれの娘をめとった。祖父母の間には二人の子が生まれた。それが上原義弘の父とその妹である。父は若くして初代を持ち、農業をしていた実家の屋敷の半分を改築し、食肉卸しの小さな店を開いた。母は堺の地主の末娘でカフェでウェイトレスをしていた頃、 父は母を見初めた。上原義弘によると、父は大阪商人のゴンゲのような人で、商売のためなら右翼でも共産党でも、解放同盟でも、同和会でも何でも使った。堺市に肉工場を建てるまでになった。という、ありがとうございます。